今日はこの X100V 富士フイルムの X100V のフィルムシミュレーションの話をねちょっとしたいかなと思います。フィルムシミュレーションっていうのは簡単に言うとインスタグラムでいうフィルターですね。ざらついたあの雰囲気にするとか明るい色にするとかあとは白黒にするとかセピアにするとかね、そういう、フィルターのことを、まあ、富士フイルムのカメラだと、フィルムシミュレーションっていうふうに言います。はい、で今日はですねそのフィルムシミュレーションを後から編集するっていう方法をね紹介したいかなと思います。フィルムシミュレーションって本当にねその写真を撮ってまあインスタグラムをやってる人だったら分かると思うんですけど、フィルターをかけるとすごくいい雰囲気になったりとかしてすごくねとてもいい機能なんですけども、基本的には写真を撮った時に設定したフィルムシミュレーションが写真のデータになるのでその後に変更するっていうことは基本的にできません。はい、なので例えば家に帰ってきてこの写真やっぱりクラシッククロームがいいなとか例えば白黒にしたいなとか、セピアにしたいなとかなんか別のフィルムシミュレーションをかけたいなって思った時に基本的にはできないので、もしねやるとしたら自分でその JPEG で書き出された例えばクラシックネガだったらクラシックネガで撮って JPEG で書き出されたその写真を自分でレタッチするしかないんですけど、それだとねやっぱりその元のデータの量っていうのが元のデータっていうのがなくなってるのであんまりこう上手に自由度が高い編集っていうのはできないと思います。はい、でねまあ僕はもともとそういうもんだと思っていて、この X100V を買う前にも GFX100S っていうのを買って、まあ、初めはね面白くてフィルムシミュレーションねすごいなんかいろいろ変えながらやってたんですけど、後からね変えれないのかと思ってたらなんかその初めに設定するのが結構どうしようかなって悩んでしまうので、そのうちフィルムシミュレーション使わなくなってしまって全部ローで撮って後で自分で編集するというようなスタイルになっていったんですけど、最近この X100V を使い始めていろいろ調べていくとその後からフィルムシミュレーションで変えれるってことを知ったの でそれがねすごくね便利だったので今日はねそれをシェアできたらなと思います。まずはその後からフィルムシミュレーションを変更するためのカメラの設定の話をしたいと思います。まずカメラの設定のメニューこのメニューを押して設定の画質モードを選択します。でこれで多分基本初めはおそらくファインかノーマルになってると思うんですけど、ここにローが加わるようにします。まあローだけでもいいんですけど、そのままインスタとかツイッターとかなんかそういう SNS とかにアップしたい場合はファインとかこのノーマルっていうのを一緒に入れておくといいと思います。僕はファインとローにしてます。でファインっていうのは設定しているフィルムシミュレーションを JPEG で書き出したものですね。なのでファインっていうのは JPEG でローっていうのはまあローデータです。はい、でこれをまずここに設定しておきますと、これだけで後から編集できる準備が整ったと思います。これだけですね。はい、はい、カメラの設定は本当にこれだけでローを追加するっていうだけです。ローを追加すれば後から何回でも変更できるようになります。はい、で次に編集方法をね紹介したいと思います。編集方法は2つあって、まずカメラ本体で編集する方法とライトルームで編集する方法があります。なのでまずはカメラ本体で編集する方法を紹介します。カメラで編集する場合はまずカメラを起動してプレイを押してプレビューを出しますね。その編集したい写真を出します。で編集したい写真を出した後にこのメニューの OK メニュー OK ってボタンを押します。そうするとここにロー現像っていうのが出てくるのでロー現像を、押します。そうすると、現像のいろんなこう種類が出てくるので、ここでフィルムシミュレーションを選択して、ここでいろんな、フィルムシミュレーションをね、選択することができます。で例えば、シネマとかにしましょうか。シネマにして、で、Q を押すと現像なので、ここで Q を押します。で、Q を押すと、これが、ローデータから、
あのシネマのフィルムシミュレーションをかけた写真になります。これプレビューですね。でこれで問題なければ、まあ、OK を押して保存するか、バックを押してやめるかです。で保存を押すとローデータとは別に JPEG の写真が保存されるようになります。カメラでの編集はこんな感じですね。次に Lightroom での編集の仕方をしたい、話したいと思います。で僕は基本的にはこのカメラではね、編集はしなくて Lightroom で編集しています。その理由も後で説明します。はい、では Lightroom Classic でね編集したいと思います。まずその写真を読み込んで、現像をしますと。はい、で現像を押した時にですね、この右側のプロファイルっていうところを押します。で、まあ、Adobe のカラー、ビビット、人物、標準とかなんかいろいろあるんですけど、この参照を、クリックして、で、ですね、そこに、ですね、この右側にいろいろ出てくるんですけど、その中の、まあ、モダン、ヴィンテージ、白黒、アーティスティック、カメラマッチング、あとピローって出るんですけど、ここのカメラマッチングを選択します。カメラマッチングを選択すると富士フイルムのこれは X100V なので X100V にあるフィルムシミュレーションがねこうやって出てきます。このプリセットが出てきますね。でこれをまあオンマウスするとどんどん変わっていくので、これを見ながら変更することができます。で僕がカメラ本体 X100V のロー現像を使わないでライトルーム使うっていうのは、この、まあ、使いやすさですね。こうやってオンマウスするだけで、いろんな、こう、プリセット、フィルムシミュレーションを変えることができるので、なんとなく、こう、雰囲気をね、つかみやすいっていうのと、あとは、まあ、例えば、なんか、設定して、ここですぐにね、編集ができるので、微調整がこうやってできるっていう感じですね。なのでこういう風に編集ができるので、僕は基本的にはライトルームで使ったりしますね。はい、なのでこのプロファイルの中の参照を押してカメラマッチングのところを開けば、富士フイルムのフィルムシミュレーションを後から編集することができるようになります。はい、そんな感じでフィルムシミュレーションを後から編集するっていうねやり方を今日説明してみました。はい、写真を撮るときに結構フィルムシミュレーション悩んじゃったりする人もね、まあ中にはいると思いますし、後からね変更したいって人もまあいると思うので、ぜひねロー設定をして、まあ初めは自分の好きなフィルムシミュレーションでいいと思うんですけど、後からもしかしたら変更したいなって思う可能性があるんでしたら、ロー設定しておくといいんじゃないかなって思います。ぜひね、参考にしてみてください。